好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの5回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあ、そうですよね。そろそろ負けるんじゃないかなっていうことを考え出しますね。なるほどね。さあタイガース先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあただこういったプレッシャーの中で力を発揮しきれない場面も見受けられますから、自信を持って投げてほしいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席にはこのピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここで先制点を与えるわけにはいきません。連続三振でツーアウトです。まあよく踏ん張りましたよね。いや非常にいい組み立てでしたね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき村上、ファウルになります。ツーストライクです。このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。この三振で気持ちが乗ってくるんじゃないでしょうかね。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。スワローズマウンドに上がるのは先発の石川。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターはヒース。昨日はなんとホームラン4本を含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。いい角度で落ちました。次が4球目。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている大山。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球空振りです。打ちました。これはどうだ。ショート取った。アウト、ツーアウト。打順は3番アリアス。昨日のゲームでなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。マウンド上石川、そしてキャッチャーは西田。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。大きく枠を外してきます。ボールになります。真ん中決まった。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。エスコバーが抑えてスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには上田、そして塁上にはエスコバー。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。変化球空振り、ツーアウトになりました。8番バッターはキャッチャー西田。ツーアウトランナー一塁です。初球は変化球から入りました。外に決まりました。ノーボール、ツーストライクです。
見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。掛布打席に入ります。昨日のゲームではなんとホームラン4本を含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。5番バッター石峰、昨日はなんと5本のホームランを含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。またファウル。4球目は何で来るか。ボールになります。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。西田が掴んで2アウト。打順は6番サンズ。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。2アウトになっています。インコースを厳しく攻めます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。打席には2番バッター青木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたい。打ちました。痛烈、ファーストの左抜けました。タイガースピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番山田。タイガースフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ先制のランナー引っ張った。これはどうだ。おっと、これを掴んだ。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあそして次は引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。サンズが掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。引っ張った、取った。一塁送球、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。打席には8番バッター和田。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。痛烈、切りました。ファールボールです。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。打ちました。エスコバー二塁は無理。一塁送球アウト、ワンアウト。さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。ここで自分で先制点を決めればピッチングの方も乗っていけるでしょうね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ヒットになった。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。ここは得点が欲しいですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、非常に期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかるキースバッターボックスです。切れていきます。ファウル、引っ張った。飛びついて掴んだ。一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。タイガースなおもチャンスです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。これで1点差となりました。
さあそして打席には大山が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。甘いコースだったんですけどね。この球は外れました。打ちました。これはどうか。石川一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。タイガース4回裏の攻撃になります。アリアスバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。引っ張った、取った、一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。まあ、これはいい守備を見せられましたよね。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。石川まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはどうだ。ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですがたった3球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。石川が掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。これから5回の裏タイガースの攻撃、打順は6番サンズ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース1点リードで迎える5回の攻撃です。引っ張った、サードゴロです。サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは7番新庄、さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。これが2球目、真ん中打ちました。これはどうか。石川2アウトになりました。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはタイガースが大谷、そしてスワローズが石川、この2人の投げ打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な、レフト見送った、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を2点と開いています。今のバッティングご覧いただきましょう。まあでもよく伸びましたよね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。さあバッターとしても期待がかかる先発ピッチャーの大谷がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはうまく捉えましたよね。初球打ち、これはどうだ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いて、最後はやはりこのボール、三振に切って取ります。ピンチをしのぎます。このピンチの場面、連続三振、先制を許しません。3回の表、ピンチの場面だったんですが、ヒヤッとしましたが外野フライ、なかなかゲームが動きません。裏の攻撃、一打先制のチャンス、1番キース打ち取られましたがタイガース先制します。5回の裏、ランナーのいないこの場面、8番バッター和田、甘く入った球を振り抜きました。タイガース1点を追加します。3番バッター山田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。打ちました。和田送球する、アウト、ワンアウト。さあタイガースこの攻撃を防いでいけるか。ここは特に低めを徹底したいですよね。長打力のあるバッターですからね。そうですよね。変化球打っていった、これは大きい、入った、ホームラン。村上今シーズン第6号の同点ツーランホームラン。タイガース
フォークが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい、ご覧いただきましょう。このホームランで同点とされています。まあ、気持ちは切らさないでほしいですね。ここで追いつかれました。同点です。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。バッターはキース。先ほどの打席で打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。今度はいいバッティングを期待したいですよね。うん、そうですよね。タイガース同点で迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出して打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入れば勝ち越し。そのままスタンドに入りました。勝ち越しのホームランです。タイガース、これがチーム2本目のホームラン。タイガース勝ち越し。3対2。ここ一番の集中力が光ります。この回1点リードに変わります。ピッチャーの状態ですが若干。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。しかし試合はまだ中盤。勝利を引き寄せるためには追加点まで行きたいところ。2番バッター大山。タイガースホームランで勝ち越しています。赤星さん、リードする展開となりました。そうですね。まあ選手が期待通りの働きをしてくれているということでしょうね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。大山、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。松永ファーストランナーに入ります。バッターボックスは3番アリアス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところのタイガースですが依然開幕か。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。ああ、チャンスになりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。高めに来た変化球ですが空振りです。さあ2ストライク追い込みました。インサイド打った。抑えた。一塁送球。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。アウトカウント増やさずに行きたかったですけどね。まあただね、次が彼ですからどう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる掛布打席に入っています。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。変化球打っていった。これは大きいぞ。フェンスダイレクト。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。タイガース追加点。4対2。ルーキーに援護点をプレゼント。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。5番バッター石峰。タイガースこの回2点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもリードを広げるチャンスです。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。外野大きな打球になった。頭上を越えていった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。5対2。ルーキーに援護点をプレゼントします。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。この調子でどんどん行きたいですね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。その期待に応えてほしいサンズがバッターボックスです。赤星さん、バッターのサンズ対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。タッチはアウト。これで2アウト。タイガース甘い球は見逃しませんでした。見事タイムリーを放っています。そうですね、これはバッターも見逃さないですよね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。
バッターボックス新庄。タイガースこの回7人目のバッターになります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルになります。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。バッターボックス西田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。タイガースここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のエドワーズ。インサイドセンターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには代打の塩見。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター雄平初球打ち。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。和田抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。6対2タイガースがリードしています。7回の裏タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号28吉田がマウンド。赤星さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。気持ちの部分で相手よりかなり優位に立ってます。初球打ち、大きな打球になった。センターバック、センターそのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース7対2見事な一発が飛び出しました。その差を5点と突き放しました。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。ピッチャーに打順が回って7回から登板のエドワーズがそのまま打席に入ります。点差に余裕もあるのでもう少し投げてくれということでしょうね。そうですね。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今シーズンの初打席で初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。バッターのキース、今シーズン得点圏での打率は6割9分6厘となっています。いや、すごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強みですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。打ちました。これはどうか。飛びついて掴んだ。一塁へ、アウト。スタンドのファンも沸いています。バッターはダイソーから起用されている松永。前回のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。打数が多かったのもありますがよく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。ワンアウトランナー三塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。2球目打ちました。これはどうか。掴みました。犠牲フライにはなりませんでした。バッターボックスアリアス、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。まずは見送ります。ワンボール。打ちました。エスコバー一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。さあタイガースこの回は4番から始まります。掛布バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。
タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいと。打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、高く上がった、レフト下がっていく下がっていく、レフト深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対2、タイガースリードを6点に広げています。バッターボックスには6番サンズ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番新庄、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、取った、一塁へ、今日もマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。打席には1番バッター和田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よくのバッターボックスには代打の糸原、まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球は何から入ってくるか、まずは見送ります、ワンボール、打ちました、ワンバウンドヒットになりました、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します、センター前へのタイムリーヒット、9対2タイガースリードを7点に広げています。さあバッターはエドワーズ、そのまま打席に入ります。まあベンチとしてはこのまま続投させるということなんでしょうね。そうですね、はい、さあ追加、バッターボックスには代打の近本、大きな打球になった、この打球は落ちそうだ、ライト深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します、右中間へのタイムリーヒット、10対2タイガース、なおも三塁二塁のチャンスです。打順はトップに帰ってヒース、タイガースこの回7人目のバッターになります、はい、まず際どいコースをついてきました、はい、内へ、これは決まった、すぐに追い込みました、高め打ちました、これはどうだ、セカンドの右抜ける、ホームに送球、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します、ライト前のタイムリーヒット、11対2になりました、タイガース。スワローズピッチャーが、さあマウンドを任されたのは五十嵐、今シーズン13試合目の登板です。昨日今日と連投ということ、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功、まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、そうですよね。さてバッターの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。引っ張った、ライトバックバックバックする、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました、タイガース、ライトオーバーのタイムリーヒット、13対2になりました、タイガース大量リードとなっています。引っ張った、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。塩見が掴んで2アウト、4番バッター掛布、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。インコース詰まりました、取って3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。6番バッターエスコバー、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースファウル、一塁牽制セーフ、
変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の中山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せて、2球目打ちました。掴んで2アウトです。打順は8番西田。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。打ちました。取った。一塁送球。これで3アウト。試合終了になりました。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いや小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね。非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。よく晴れた天気になりました。甲子園球場です。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの6回戦です。解説は西俊久さん、赤星範博さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね。とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を感じます。さあ一塁には先制のランナー、バッターは上田。まあバントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。バントしました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。送ってきました。さあまず1球目見送って、まずはストライクです。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。アウト、2アウト。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。打った。右中間に大きな打球。さあどうだ。右中間真ん中破りました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。スワローズ1点を先制しました。センターオーバーのタイムリーヒット、1対0。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここまでで踏みとどまりたいですよね。さあインサイド落ちました。これはどうか。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。1対0。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の原樹里。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれる。バッターはヒース。
昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球空振りです。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている大山。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。外野大きな打球にあった。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスにはアリアス入ります。さあ一打同点のチャンス。まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、このアリアスどういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる頼もしいバッターですね。そうですか。バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。ストライクを先行させていきます。打った。これはいきますね。センター見上げるだけ、入った。ホームラン。アリアス今シーズン第3号の逆転ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。逆転に成功しました。この回のタイガース2対1になりました。さすがクリーンアップという一発でした。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあ簡単なボールじゃなかったんですけどね。それを見逃さないのはさすがですよね。先制されましたがこちらも立ち上がりで攻略しています。バッターは4番掛布。昨日はマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで逆転しています。赤星さん、一転してリードする形になりました。そうですね。これでゲームが面白くなってきましたよね。ダーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。ピッチャーはちょっと苦しくなっ。バッターボックスは5番石峰。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。デッドボールのランナーが出ています。これが1球目。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。そうですか。痛烈、入れました。ファールボール。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見逃し三振。ツーアウトになっています。このサンズ、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。打ちました。ショートが前に来る。ショート取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。さあ一塁に同点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあツーアウトですし、ランナーに特に動きはないと思いますけどね。はい、そうですよね。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけ。打ちました。これはどうだ。センターへ抜ける。タイガースピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそして打席には青木が入っています。さあ一打同点という場面です。早々に予想外の降板となりましたタイガースベンチ。一打同点の場面でマウンドに上がったのは藤川。ふわふわっと上がった。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。同点のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。 2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。新庄打席に入ります。昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね。序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は8番和田。
昨日のゲームでは2本のホームランを放っています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。打ちました。追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバッターは藤川、そのままバッターボックスに入ります。まあここで点を取りに行くよりも次の回の続投の方が優先ということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これは足元への変化球、ファウルになります。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。バッターボックスのキース、今シーズンの得点圏打率は6割8分9厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。打った伸びていく、どうだ、入れば貴重な追ライト見送った、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース4対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を3点と開いています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。2番バッター大山、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで追加点を挙げています。打ちました、痛烈な打球、これはスタンド切れました、ファールボール。さあ2球目は何か、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。これが初球、緩い変化球、まずは見送ります。高めのボール、これはどうか、ボールを拾って一塁送球、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。ここは落ち着いて無失点できる。インコース詰まりました、藤川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。4対1、タイガースがリードしています。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だ、初球打ち、高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン、初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース5対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差4点、大きくリードを取りました。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。バッターボックスは6番サンズ、タイガースホームランで得点を挙げています。さあ初球は何か、最初は変化球できました、打ちました、ピッチャーゴロ、エスコバー、ツーアウトになりました。打席には7番バッター新庄、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、上田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しい、打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、取った、一塁送球、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。
さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。そしてバッターはピッチャーの藤川。まあここは走らせても面白いと思いますよ。はい、ランナー飛び、ランナー挟まれた、セカンド送球、タッチはアウト。牽制でアウトを取られました。赤星さん、今のプレーいかがですか。そうですね、ちょっと逆を突かれたような形になりましたかね。高め打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります、バッターキース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは2番大山、今日はここまでマルチ安打を記録。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。初球は何で来るか、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます、内へ、これは決まった。さあ3球目は何か、ワンボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフトバックする、バック入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース8対1、頼りになる男がやってくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この追加点でさらに優位に立ったと言えるでしょう。バッターボックスは4番掛布、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、これは浅いフライ、この打球はどうだ、切れるか、右に切れて惜しくもファウルボール。一二塁間、山田取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。バッターボックス上田、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。アウトコース、空振りです。次が2球目、体に近いところ、インコース決めてきた、ワンボールツーストライクです。バットに当たりません、三振、これでツーアウト。バッターは3番山田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。インサイド落ちました、ファウルになります。胸元をつきましたが外れました、見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。今日の打線ですと、西さん、この後も追加点が期待できそうですね。いやー、まだまだ点が入りそうですね。そうですね、ファン、これはサード西浦抑えてワンアウトです。バッターボックスサンズ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで6試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました、この球は、外れました、インコース詰まりました、ここは打ち上げています、取ってツーアウトです。8番バッター和田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか、ツーアウトになっています。打ちました、ショート取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。
まずは1回の表、得点圏には2回から登板の藤川がそのままバッターボックスに入ります。大きくリードしてますし、もう少し投げさせたいということでしょうね。そうですね。6回の裏、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の木戸。ここでリードを広げたいですね。まず何を投げてくるか。しっかり捉えた。これは三塁側のスタンドに入ります。いい当たり、これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターのキース、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、文句なしに絶好調ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。危ない球です。打ちました。これは大きい、伸びていく。大きな当たりが外野へ、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球空振りです。2球目は何で来るか。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。9対1、タイガースなおもチャンスです。打順は3番アリアス。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。打った、レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。10対1、タイガースなおもチャンスです。バッターボックス掛布、初球は何から入ってくるか。打ちました、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。11対1、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックス石峰、打った、センターに強い打球。伸びていく、どうだ、どうだ、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。12対1、タイガースなおもチャンスです。バッターは6番サンズ。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。ファウルになります。引っ張った、これはどうだ。エスコバー一塁へ送ります。アウト、2アウト。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打順は7番新庄。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。打ちました、痛烈。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファウルボールです。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。この球は外れました。真ん中打ちました、高く上がりました。ファウルグラウンドへのフライです。藤井が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。7回の裏、タイガースの攻撃です。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミング。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあバッターは島本、そのまま打席に入ります。
どうでしょう、代打でもいいと思いますけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インコース詰まりました。山田が抑えています。ワンアウト。打順はトップに帰ってヒース。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。引っ張った。ファーストゴロ取った。一塁へ。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は2番大山。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強い。打ちました。スタンド一直線。門入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース14対1。ここ一番の集中力が光ります。打席には3番バッターアリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ストレートに詰まって取りました。アウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。バッターは広岡。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール。牽制。一塁はセーフ。低めのボール入りました。低め外れました。ツーボールツーストライクです。大きく枠を外してきます。スリーボールツーストライク。フルカウントになっています。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには3番山田。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。変化球で空振りを取ります。これで2。バッターボックスには代打の荒木。2アウトランナー1塁です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。いいところに決まってますよね。アウトローの三振になります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。大西が4番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは大西。今シーズン初登板です。打ちました。いい当たりだ。これは入るでしょうね。頭上ぐんぐんだ。入った。ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。15対1。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは5番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルになります。打ちました。切れました。ファールボールです。センター下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打席には6番バッターサンズ。タイガースホームランで得点を挙げています。さあまず1球目。初球ストライクを取りました。これが2球目。打ち上げた。浅いフライ。ここはフライになっています。2球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには7番新庄。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。打ちました。これは浅いフライ。ヒットになった。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。